ここからの30分は農業と食が紡ぐ未来の時間です。パーソナリティは私森久美子です。よろしくお願いいたします。このコーナーは私たちが食べることを通して健康と農業の未来を共に考える番組です。今日はゲストに札幌市のイタリアンレストラントラットリアテルツィーナのオーナーシェフの堀川秀樹さんをお迎えして、北海道初のイタリア料理をテーマにお話を伺います。皆さんよろしく楽しんでお聞きいただきたいと思います。堀川さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あ、堀川さん声が大きいですね。大きいですか。いや大きいっていうか元気いい声ですね。はい、ありがとうございます。最近も打ち合わせも兼ねて、テルツィーナに行かせていただいたんですけれども、はい、実は私テルツィーナに最初、テルツィーナじゃない堀川さんのお料理を最初に食べたのは、その前に私東京に住んでた時代があったんですが、東京から引っ越してきてすぐ多分93、94年のことだったんじゃないかと思うんですが、そうなんですよ。札幌市の方はお分かりになると思うんですが、札幌市の中央図書館のそばにピアッツァというお店があって、ね、はいはい、それが新聞やテレビですごく話題になってて、はい、北海道はイタリアンがこんなに美味しいみたいな記事だったと思うんですが、はい、家族で行ったことがありまして、その時に本当にびっくりしました。はい、こんなに美味しいのかって。ありがとうございます。イタリア料理が今ほど市民権を得てない時代っては、言ってもわからないですかね。そうですね、北海道に30年前です、ね、そうですね、30年前僕が北海道に来た時っていうのは、はい、本当にまだそんなにイタリア料理っていうものは認知されてなくて、はい、やっぱパスタ屋さんだったりとか、はいはい、やっぱりナポリタンピザっていうのが主流だったので、はい、本場の直接イタリアから入ってくるお料理っていうのはあまりまだ、そんな浸透してなかったですね。そうですね、はい、北海道の昔の思い出としてはですね、 40、50年前でしょうか、シェーキーズっていうピザ屋さんが、コカ・コーラがやってるのかな、はいはいはい、それがイタリア料理だってアメリカのピザなのに思ったような思い出がありますがね。基本的に日本に入ってきたのが、ね、アメリカ経由でイタリア料理っていうのが入ってきているので、はい、みんな最初はそういう風な認識だと思います。お母さんが作るミートソースのスパゲッティとイタリア料理屋さんのは何が違うのみたいなぐらいの感覚だった時代に、堀川さんはもうすでに本当にこうイタリア料理っていうものを、作ってらっしゃったんですけれども、はい、感動したのも覚えてるし、店構えも、はい、今もピアザさんっていうのはあって、そうですね、一軒家でね、はい、風情のあるところで、なんですが、そこからは独立されて、はい、今のテルツィーナを作ってるわけですが、まずその30年前イタリア料理がそんなに認知されてなかった時に、はい、イタリア料理やろうと思ったのはどんなきっかけだったのか教えていただきたいです。そうですね、イタリア料理自体はもう僕が18ぐらいの時からやってましたので、北海道に来たのはもう30歳ぐらいだったので、もう実際もう実質キャリアは40年以上あるんですよ。で30年前っていうともう10年ぐらいやってましたので、北海道に来てやっぱりイタリア料理っていうのを実際作ってみて、最初は不安でしたけどね、でもすごく受け入れてくれて、それをあと僕の感覚も北海道の食材とイタリア料理っていうのはすごい相性がいいっていうのに気づきましたし、結果的にすごくいいものができましたね。学生時代からアルバイトをしていて、ね、イタリア料理に関わってた、はい、そうですね、高校1年ぐらいの時から飲食店で、そうですか、アルバイトしてて。それはどこですか、場所。横浜なんですけど。横浜生まれなんですか。はい、そう、横浜の出身で、そうですか。その当時は時給300円ぐらいでした、ね。でもまかないが良かったとか。そうですね、あと最初サービスをやってたんですよ、飲食店で。あ、そうなんですか。だけどそこから洗い場に人が足りなくなって、時給30円上げてあげるから入んないかって言われて、はい、で調理場に入って。洗い場なのに調理場に入ったの。そうですね、洗い場の中にある調理場なんですけど、はい、で洗い物やりながら結構いろいろなものをつまみ食いしてたら、やっぱり料理が面白いなっていう、そういうところから
じわじわと高校16歳ぐらいから、はい、料理に溶け込んでったというか。高校卒業したらお料理の世界に入ろうって思ってたんですか？それがですね、あんまり強く思ってたわけじゃないんですけど、うん、なんかいろいろなことを考えてはいたんですが、なぜか導かれたというか、うん、自然と料理の世界に入ってきましたね。そうですか、はい、その後イタリアに修行というか行かれたって聞いたこと、はい、ごめんなさい、はい、行きました。それはどちらですか？最初に行ったのはローマの近郊なんですけど、ローマから、まあ、ちょっと海沿いの方に離れたところと、あともう一箇所が全く上の北イタリアの方のベネツィアがあるベネト州というところに行きました。ローマとベネツィアですか、はい、そうですね、そこに行くとお料理って違うんですか？もうそうですね、全然本当に何ですかね、違う、もうなんか本当に、真逆というか、まあ、全然食べるものが違いますし、あとなんて文化も違うし、極端なこと言ったら人種も違うし、なんかいろいろなそういう混ざってるもので、イタリア自体がもともと都市国家だったので、それぞれの国だったわけで、それが一つになってイタリアって名乗ってますけど、150、60年ぐらい前までは別の国だったので、そういう食文化も全然違う文化があるんですよね。有名なシェフのフランス料理の方ですけれども、うん、三國さんの自伝を、はい、読ませていただいたり、お話を聞くと、もうひたすらお鍋洗ってたとか、お皿洗ってた、うんうんうん、堀川さんもそういう時期があったんですか？いや、残念ながら僕意外と運が良くて容量も良くて、イタリア行った時はもう年齢もそんなに若くなかったので、意外と即現場 で、 あ、そうですか、はい、やらせてもらいましたね。こうアットホームな感じのお店だったんですか？ものすごくアットホームで、僕の今のお店の原点にもなってま す、 ですか。だからやっぱり僕たち若い頃っていうのは非常に封建的な世界で厳しい社会だったんですけど、はい、僕はそれがすごく嫌で、どうにか違う方向で自分で成功したいと思って、はい、でイタリアに行って、そのお店がすごくアットホームで。誰かに紹介してもらったんですか？そうなんですよ、実は鎌倉で働いてたお店の、シェフがお友達が多くて、それで紹介していただいて、で日本人ってすごく真面目なんで、疲れるんですよね、勤勉に働くし真面目だしっていうことで、だからそういうのもあって受け入れてもらって、さらにもうすごいファミリーがあったかくて、自分もいつかこういうお店をやりたいなって思って現在に至るって感じです。そうですか。その帰ってきてから、どこでお店をやっていこうかって、選択するきっかけになったのはどんなことですか？そうですね、僕たち時代的に、僕91年92年でイタリアで働いてたんですけど、まあ、いわゆるイタリアで僕全然知らなかったんですけど、バブル崩壊っていう言葉をそうです、ね、イタリアで聞いたんですよね、はい、それで何のことだか分からず、はい、でひたすら僕はバブルの頃働いてましたので、でいろいろ本当は横浜とか鎌倉でお店をやりたかったんですけど、いろんな話がうまくいかなくなって、たまたま縁があって北海道出身の方と一緒に鎌倉で働いてたもんで、その方がピアッツァってお店をやるんで、はい、料理長として来てくれないかっていう誘いがあって、はい、それで僕はじゃあ5年間っていう約束で、はい、5年間じゃあやりますっていう、で5年経ったら自分でやりますっていう、はい、で5年間やって、本当は横浜鎌倉帰る予定だったんですけど、はい、北海道のこと大好きになっちゃって、そのまま自分で北海道で札幌で独立させてもらいました。なんか変な表現ですけど、私その最初にピアッツァで堀川さんの姿見た時のことを映画のシーンのように覚えてるんですよ。顔とか、はい、いや、どんな人が作ってるんだろうと思って会計する時に横に厨房があるんで見て、あ、この人がこのごめんなさい言い方が変ですが、この方が作ってらっしゃるんだって
すごい思いました。まだ可愛かった頃ですかね、はい、30年前ですけど、はい、すいません、私も可愛かったんですけどそれでそういう時代がありまして、はい、それから新しいお店ができたと呼んでいた、うんうん、違うテルツィーナに、はい、テルツィーナは場所いくつか変わってますけれども、ね、はい、行っているんですけれども、食材、北海道の食材使おうって決めて、北海道の今日のタイトルにありますように、うん、北海道初のイタリア料理ということで、うん、はい、それをホームページにも書いてらっしゃるし、はい、そうですね、はい、それで、あ、イタリアンですか、イタリア料理でいいんですかね、イタリア料理ですよね、そうですね、イタリア料理で北海道発信ですね、 初がね、初めてのじゃなくて、ね、北海道から発信するイタリア料理、はいはい、でその北海道の食材が、イタリア料理に合うって最初におっしゃってましたけど、うんうん、それってどういうことですか、はい、そうですね、非常に何て言うんですかね、イタリア料理もイタリアも四季がはっきりしてて、春夏秋冬あって、はい、で気温もやっぱ湿度もあったり湿度がなかったり、その地域によって多少は違うんですけど、やっぱり緯度的にも同じぐらいな、北海道の函館とローマが同じぐらいなんですよね。あ、そうなんですか。でだけどやっぱり向こうは地中海性気候って海に、はい、があって、だから日本というか北海道も海に囲まれてますし、はい、イタリアも結局、まあ、陸続きもあるんですけど、ほぼ、はい、まあ、地図見ていただくと分かるようにブーツのような形をしてて、ほぼ海が、はい、3方向海があって、あ、四季があってっていう、だから農産物も非常に近いものありますし。そうなんですね、はい、そう言われてみれば地図でしょう、説明されると、そういえば北海道こう囲まれていて、うん、でそれぞれの海岸で日本海側を太平洋側、そうです、ね、オホーツク海側と、うん、まあ、海産物でも違いますものね、うん、そうですね。ちなみに今の時期に美味しい海産物って何ですか。そうですね、今でしたらいろんなものを、今意外と今の時期海産物は豊富にあって、はい、貝類ももちろんありますし、はい、あと今最近ではホタテ貝とか、そういうのも漁師さんたちが力入れて作ってたりとか、何か特別な、まあ、例えばサロマとか、うんうん、ホタテの有名なところをみんな知ってると思うんですけど、そうですね、今その一押しのホタテはどこですか。僕が使ってるのはワンフォーホタテというオサマンベの、結構最近、噴火湾の宝ですか。そうですね、噴火湾の、そうですね、湾の宝でワンフォーホタテという、非常に甘みもあって食感も良くて、食べ応えのあるホタテですね。まあ、北海道の料理美味しいよねってよく観光客が言うときに、そのまんまお刺身にして食べるようなものを言うケースもあるんですけど、堀川さんはイタリア料理に仕立てるというかして出すわけですよね、はい、そうですね。でその美味しいホタテをさらに美味しくするためにどんなお料理の仕方があるんですか。そうですね、僕はまあ個人的に生で食べるよりもちょっとまあ、いわゆるミディアムレアぐらいに焼いて食べると非常にホタテの旨みが出ると思うので、ソースも何かもちろんそれに合わせる、今の季節でしたら例えば山菜が取れればフキノトウの香りをつけたりとか、まあ、あとはイタリア料理なんでパスタにも入れますし、はい、あとリゾットにも入れますし、だからまあ年中メニューにあるものはホタテとアサリを使ったリゾットっていうのは一年中うちのお店には置いてますね、はい、季節によってそのソースで味を少し加えるとかっていう、うんうん、そのひらめきみたいなのってなんか、あ、こうしようって思ってやったらその通りのイメージ通りになるんです、うんうん、堀川さんのような、いや、そう、まあそうですね、腕があると、もう長年やってるんで、はい、やっぱりいろいろな引き出しはあると思うんで、はい、やっぱなんかいろんなその時にひらめく、はい、ここタイミングっていうのはあるんですけど、はい、やっぱりまず色から入る場合もありますし、うん、味から入る場合もありますし、なんかそうですね、やっぱりなんか降りてくるわけじゃないですけど、別に料理って僕が発明したものじゃないですから、いろいろなところで食べて、中国料理食べても和食食べても、やっぱり自分の中で記憶して、うん、それを自分のものにして料理を作るっていう形なので、だからなんか
別になんていうんですか、なんか発明したわけじゃないので、はい、なんか組み合わせですよね、いわゆる舌で覚えた味を再現するみたいなことですか、うんうん、そうですね。でもその再現するだけだと、まあ、自分のオリジナルじゃないから、うん、どっかでその堀川流っていうのがあるわけですね。まあそう、あんまりそういうところは意識してないですけどね。なんかやっぱりあの お客様が美味しく食べていただいて、はい、そういうなんか料理ってそういう著作権とかあるわけじゃないので、あ全く真似をしたとしても同じものは作れないと思うので、だからいろいろな、なんていうんですかね、自分で考えながらこれはよりこうした方がいいんだろうなっていうのを。同業者のイタリア料理屋さんに、うん、まあまあフランス料理のこともあるかもしれませんが、うん、そのいわゆるその和食じゃないお店に行くことっていうのはあるんですか？うん、ありますね、結構。時間がなかなか、自分のお仕事終わった時は他のお店も終わっちゃったりして、うん、そうですね。まあでもやっぱりなんていうんですかね、あの仲間もいますし、休みの日もあるので、あのそんなしょっちゅう、もう若い頃はもう本当に稼いだお金を全部食べ歩きで使うぐらいの勢いはありましたけど、今はもうあのそこまで、で 体力と。なんか気力がでもやっぱり行きますよ、今でも。もちろん。そうですか、はい、で私のイメージとしては、ま、お店の住所ちょっと言っていただけますか、はい、今のお店。今のあるお店は、はい、南一条の西6丁目、はい、第27京和ビルの2階ですね。コメダコーヒーさんのある2階なんですけど、はいはい、電車通りに面してますね。そうですね。それと、はい、あともう一軒、東別の道の駅で、はい、あの北欧の風というところの中にカフェテルツィーナという状態でお店出してます。これからはあの、まあ、本店というか、うん、南一条西6丁目の店で食べていただく人以外にも、ね、ドライブで東別に行く人もいるかもしれないですね、はいはい、何が食べられますか？そうですね、あの東別の道の駅はもちろん僕が最初オープンから1年間ずっといましたし、はい、テルツィーナのベースになるパスタソースをベースにしたパスタ、あの道産地元で採れた小麦を使った生パスタと、はい、あと焼きリゾットっていうリゾットを やってるのが名物なんで、あとはまあデザートとか前菜とかいろいろやってますね。すごい混むって聞いてるんですけど。そうですね、夏場になると結構なあのお客様が来てくれるので、はい、あのまあ、予約は取れないので、はい、取れないので早いもん順っていう形で、あれですね、ゆっくりドライブして待つのを覚悟でその地域の風景を、東別の風景を楽しみながら待っていただいて、ね、うん、ゆっくり食べてもらいたいですよね。そうですね、それがしていただけると嬉しいですね、はい、実はあの私、あそうだ、そのいろいろな北海道の食材が美味しいっていう、うん、これからだったらアスパラとか、うんうんうん、あの素朴な疑問なんですけど、はい、北海道いっぱいアスパラ一つにとってもしてもトマトにしても、うん、たくさん美味しい産地ありますよね、はい、その中でこうどこの産地を、まあ、例えば今週は使うとか、うんうん、この1ヶ月は使うとか、そういうことってどういう、なんていうんですかね、タイミングで、なんていうかな、要因となって決めるものなんですか？いや、意外とあの長くやってますとやっぱ生産者の人とつながることが多いので、どっちかっていうとその産地というよりは人ですね。その情熱とか気持ちの持ってる、僕たちが料理を作るのが好きなように、はい、その食材を作るのが好きな方っていう方と巡り合えるので、その情熱のある方が作ったニンニクであったり玉ねぎであったりトマトであったり、なんかそういうのを毎年食べさせてもらって、あのそろそろ何々さんの何々できるなっていうと直接連絡し合ってやったりとか。たまたま先日あの食べた、あ、パスタにニンニクの何ていうか味がするパスタだったんですけれども、そのニンニクって特別なものなんですか？そうですね、この久保さんっていう方がピップ町で作ってくれてるんですけど、ピップ町、はい、旭川のもうちょっと北のとこですね。結構若い方で、珍しいですね、ま、北海道だいぶニンニク作るところが増えてきましたけれども、うん、そうですね、だからあの彼はすごい丁寧に作ってくれて、はい、なおかつあの長くニンニクって意外と
ですね、収穫して乾かして、はい、干して、でそれからあんまり長く持たないんですよ。乾燥してきたり、乾燥してきたり、はい、芽が出てきたりとかして、はい、それを上手に保管してくれて、はい、今でももちろん入ってます、はい、もうでも、まあ、暑くなってきたらちょっとあれかなって思うんで、でも11月ぐらいから5月ぐらいまではここのニンニク使えるのかなとは思ってますね。 そうですか、はい、それもその紹介されたご縁で。そうです、本当に仲間から、はい、仲間がお店に連れてきて、もうキャリアも長いし、その仲間が紹介してくれる人の数だけでもすごくあるし、うん、で今おっしゃってましたように、その生産者がその農産物に込めた思い、うん、それを大事にしてあげたいと思ったら、もうみん大事にしてあげたい人がいっぱいいて困っちゃいませんか。そうですね、そうですね、もう本当にただね、レストランで出せる量は工場じゃないので。そうですね、だからやっぱり縁とかタイミングとかそういうのを大事にして、ね、使わせていただいてますけど、はい、でもやっぱ同じ気持ちで農家さんも料理人も、はい、食べるお客様の顔を想像しながら作ってくれてる方 を、はい、一緒に作ってますね、はい、じゃあちょっと個人的に私、堀川さん の、 ところに時々ランチを食べに行くんですけれども、うん、はい、聞いていただきたいのは、この間私がいつも何を頼んでるか気づいてらっしゃいますかって言ったら、気づいてるって言ってくださったんですが、はい、私は堀川さんのところのニョッキが好きで、うん、ソースは手長エビのソースですね、トマトクリーム、まあ、それはちょっと北海道じゃないかもしれないんですけど、うん、そのニョッキの味がですね、秋と今じゃ違うんですよ。そうですね、すごく大事なことだなと思うのは、年間通して北海道のものを使ってると、うん、今例えば、なんですか、南の方から新じゃがっていうのがもう4月になったら出始めるんですけど、うんうんうん、それって新鮮な野菜のようなみずみずしい感じなんですけど、うんうんうん、そうじゃなくて去年の、まあ、夏から秋にかけて採れたものを貯蔵されてると、どんどんこうあれ澱粉質が糖分に変わりますね、はい、で甘くなってくるんですね、で優しい味になって、はい、この間食べたら本当に甘くてスッと喉に入るような、うん、で実はちょっと6年ぐらい前に大きな病気したことがあったんですけど、やっと外食ができるときに、そのいちいちそんなこと、ランチ食べに行くのに理由は説明しませんけど元気になったらこれを食べるって決めてたのが、ニョッキだったんですよね。いや、嬉しいですね。でその時にそのスーッと入っていく感覚、はいはい、こうやって人って食べ物によって健康を取り戻していくんだなって思えたお料理だったんですよ、うんうん、いやすごく嬉しいですねまあさっき言ってもいつもニョッキ自分一人で行ったらニョッキしか食べられないので、誰かを誘って、はい、で2人で分けて違うものもと食べさせる、ね、ということにしてるんですけど、ね、ニョッキはもう僕北海道来て30年やってますけど、はい、実は思い入れが強くて、もしかしたらニョッキわからない人いるかもしれませんね。じゃがいもを潰して、まあ、いわゆる芋餅だと思ってもらえればいいかなと思うんですよね。イタリア版芋餅の一口サイズ。そうですね。それをソースに絡めるという、はい、これはすごい僕の中ではイタリアのベネト州にいた時にベネツィアで教えてもらったニョッキ、はい、でソースは手長エビのトマトクリームソース、これはローマにいた時に教えてもらったソース、これは僕が修行してた2カ所のものをドッキングさせて作ったものなので、はい、これは100年後も200年後も北海道であってほしいなっていう思いで作ってます。でそのまあ、季節によって味が変わったり多分体調によって感じ方ももしかしたら違うかも、うん、そこがお料理の醍醐味だし、うん、一年中食べられるものが前だったら昔っていうかな、きっと堀川さんがいらした頃だったら、うん、貯蔵できる期間が限られてたかもしれないけど、ね、今はいつも安定した状態で、うん、かつ一冬寝たらもっと美味しい、うん、まあお芋だったり玉ねぎになったりして流通してるので、すごい北海道初で北海道から発信するイタリア料理っていうのは、うん、もっともっとずっとできるんだろうなっていうふうに思いますね。もっともっとレベルも上がるでしょうし、はい、それでは最後にこれだけお話聞いたのに食べてみたい、一回は行ってみたいっていう方に、まず定休日がいつなのかで、はい、お店の住所もう一回と、それから当別の宣伝もちょっとしていただけたら嬉しいです、はい、ありがとうございます。住所は南一条西6丁目第27京和ビル2階ですね。で定休日は、火曜日が
定休日になってます。で、当別の方はもう本当に当別道の駅というロイズの工場のそばなんですけど、そこにここは来月からもう年中無休でやりますので、はい、今月いっぱいまでは水曜日が定休日になってます。あ、そうですか、はい、そこに行ったらね、家族でみんなで楽しめるし、ちょっとそうですね、そこで美味しかったらまた今度は大人だけで静かにランチやディナーに行ったりするのもいいかもしれませんね。 ありがとうございます。いいと思います、はい、普段聞けないかった、なかなかお店に行っても堀川さん厨房にいるのにお話聞かせてくださいって言えないので今日は楽しくお話聞かせていただいてとても嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました、はいはい、今日この番組2月から始まってますが、うんうん、お料理人の人に出ていただくのは今日が最初でした。嬉しいですね、はいはい、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます。今日は札幌市のイタリアンレストラントラットリアテルツィーナのオーナーシェフの堀川秀樹さんをお迎えして、北海道初のイタリア料理ということで、北海道の食材を使ったイタリア料理のお話をしていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。来週はちょっとまた、農業らしいお話になりますが、ゲストに岩見沢市で農業を営む峰農産食品株式会社の峰純一さんをお迎えして、循環育ちの美味しいお米をテーマに、環境にいい、お米の作り方をしている方です。そのお話を聞いていただきたいと思っています。それではまた来週。ありがとうございました。さようなら。